ああ、こっちのポケモンじゃねえわ。あれ？ちょっと待って。よし、切り替えれんのかと思った一瞬。よし、これでここも解除。操作パネルがある。扉のロックを解除しますか。はい。オッケー、これで。これで、あとはどこ？ここかな？ここ普通に階段や。お、たどり着いた。あっこが外側からも解除できとったら、普通にまっすぐ来れたわけやね。てかこれ何？世界中とかじゃないよね。すごい羽だな。いや、気持ち悪い。ほうほうほうほ。遅かったですね。まもなく希望を我が手に。レジスタンスの最終兵器だという希望。この目でしっかりと拝ませていただきます。あれが希望？世界中かな、やっぱり。違う？人面獣？4日目。新しい実験室は順調に稼働している。鏡？わからん。の電源を利用したのは正解だった。これで希望の開発にも弾みがつくはずだ。95日目。新しい苗の開発に成功。4日目から急激に飛んだぞ。この苗が希望への第一歩となるはず。うまく育ってほしいと思う。なるほど。苗ですか。って、なぜ苗が出てくるのです。最終兵器とどんな関係が。めっちゃ悩みおる。144日目。体幹植物の苗は順調に生育中。このまま行けば、東堂やシルバーの友情に報えることができるはずだ。166日目。自動研究装置に後を任せ、旅立つ時が来た。東堂たちにはいずれ、希望が世界を変えると言っておいた。しばし耐えてほしい。この表現が、緑豊かな土地に変わる、その日が来るまで。ほうほほ、ほ？体幹植物？緑豊かな土地？バカな。これで終わりのはずがないです。ここにはレジスタンスの希望が。レジスタンスのじゃなくって、この場所に緑を増やしたかっただけじゃないの？快適な生活ができるようになるとかそっちじゃね？レジスタンスの作った最終兵器が隠されているはずなんです。勘違いじゃない？違うの？このバカ装置が、もっとよく探すのです。最終兵器を絶対に見つけるのです。検索結果は一件です。内容を画面に表示いたします。お、なんだ？何を検索した？最終兵器？ここにお前の求めているものはない。え？誰？最後の希望はすでに立ち上がった。なんだと？狡猾王と呼ばれたこの私が、踊らされたというのですか？やってくれましたね、ルキアさん。この。あれか。もうすでに、敵がこうやって来ることを見越しとって、ここにはあえて仕込んでいなかったと。ちょっとルーラポイントで。ルーラポイントを起動します。ルーラの行き先に、頭骨の表現、黒金の箱舟、研究室が追加された。オッケー。ってことで、今から戦闘かな？さっき満タンにしたっけ？ちょっと不安だから、もう一回、満タン。よし。回復したってことは満タンじゃなかったんだな。じゃあ、行きます。へいへい。でかいな。あなたも私を笑うというのですか。まあね、見た目からして笑えるよ。レジスタンスの希望が隠されていると聞き、のこのこやってきてこの始末。これでは狡猾王ではなく、滑稽王ですよ。己ルキア、断じて許せません。レジスタンス、ルキアの仲間だと言うなら、あなたも生かしては返しません。まあね、バカだったよって噂を広められるからね。お、こいつ一体だけだな。ということは、しかも命令もちゃんとできるし。暴れ牛取り刃砕きだ。で、あとの奴らは戦うと。さあみんな行けー。スカラで守備力アップ。いいね。ありがとう。
その子レベル低いからね。どうやろ。あ、でも連続攻撃言ってくれたら結構強いかな。じゃあ次はちょっと暴れ牛鳥カブト割り。はい、あとはみんな戦って。お、リホイミ自分2回。まあまあまあいいだろう。あ、メダパイヤとかやめて。混乱混乱混乱。あ、でもカブト割りは大丈夫やった。オッケー、じゃああとはみんなまた戦って。味方を攻撃しないでね。ありがとう。あー、もうさっきからなんか強い技をいっぱい出すな。あ、待って待って待って、強いぞ。道具アモールの水。はい、全員回復。おし、混乱しとってもちゃんと味方は攻撃しないように頑張ってくれ。ヒャダルコカウン、あー、ちょっと待って、カウンターそっちに返しちゃダメ。怯えてるよ怯えてるよ。道具、アモールの水。へい、戦え。みんなやばいな、体力減るのが早いな。相手の体力はどれぐらいだ。まあでも今までの敵よりかはきっと体力も多いんだろうから。お、いいぞいいぞ。守備力補正切れたけど大丈夫か。命令じゃない、とりあえず道具で薬草を、間違えた、薬草を暴れ牛鳥に。はい、戦え。ん？ホイミスライムはあれかな？全回復しとるってこと？薬草使えんかったけど。向こうの普通の打撃攻撃とかは結構弱いよね。そんで、まだ、あ、ない。マジか、こんだけか。ちょ、待って、バイキルミン。バイキルミンで、リザードマン。はい、戦え。攻撃力増加。リホイミー、いいね、いいね。あ、ダメダメダメ。それはダメだよ。あ、混乱した、混乱した。バイキルミン使ってるの、それはちょっと。あー、よろしくない、よろしくない。強くなってるから。あー、よろしくないって、ちょっと。何やってんの、仲間同士で。ちょっとベホイミ。ベホイミをかけてあげて。あ、てか、ちょっと待って。技さ、何がある？リホイミ、ザオラル、シャナクスから。バーハ、あー、じゃあ、ベホイミでいっか。うん、オッケー、オッケー。はい、オッケーです。じゃあ、これで、あとみんな戦ってね。はい、ベホイミ。よし。あ、そっか、自分は自動回復にしとるわけやね。なるほど。みんな混乱解けとる？あ、一人だけ解けてない。ダメだよ。おし、守備力減少。ちょっと、まあ、自分でちゃんとね、判断してくれるとは思ってるんだけど、でもちょっと不安なので命令でちゃんと与えとく。ベホエミ。おし。いい感じ、いい感じ。攻撃力強いね。で、リザードマンはリザードマンで攻撃力上げたのに攻撃が当たらないっていう。いいよ、刃砕き。あ、暴れ牛鳥の体力も回復しとけばよかった。あ、やばい、あ、回復してくれた？ありがとう。あ、君もホイミを使えるんだね。なるほど。ありがたい、ありがたい。じゃあちょっと次。ベホイミで。あー、普通のホイミでよかったかな。まあ、いっか。はい、ベホイミ。で、戦う。魔法の聖水とか使った方がいいかな。ちょっとなくなってきたよね。あー、混乱。ダメ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 。ちょっと待って、道具。あ、やったやった、普通にストレートで勝てた、嬉しい、超嬉しい。あざます。プリーストナイト。あー、よかった、スタンバイモンスターに切り替わるかなって思いながらやりよった。プリーストナイトレベルアップ。よし、巨人だな。ぬぐぐ、敗北したというのですか、この私が。これは、何かの間違いです。私がこんなことで終わるはずが。嫌です。死にたくない。お助けください、ダークマスター様。ダークマスターって誰？もうなんかポケモンのさ、不思議のダンジョンに出てきたダークマターが、頭に思い浮かんだ。お、消えた。これはルキアのリアクターってこと？
アイリナのアクセスを希望します。お、なんか機械からアクセス希望された。指名されたよ、指名。ほい。お、またあの謎の少女が。このメッセージが再生されたということは、あなたは頭骨の表現についたのね。つきました。あなたがルキアのやっていた研究を守ってくれたということね。ならば、表現を緑地にする研究も無事に進んでいるはず。ルキアは、ただ敵と戦うだけではなく、この世界を豊かにすることを考えていた。私たちはこの苗のように、希望の種をまいた。それがあなたよ、アユナ。私は待っている。あなたが世界を知り、希望として大きく育つのを。え、私が希望？お、壊れましたけど。ん？まだなんか映る？めっちゃ砂嵐。お、あ、なるほどね。また映像ね。これは何？どういう風に映るよ。その画面に映るよってことかな。疲れたか？クールだな、主人公。いいえ、そんなことはないけど。この子は一体どこにおるんやろうね。無理はしなくていい。肝心な時に倒れられたら困る。俺とお前の二人が揃ってなきゃ、マザーをどうにかするなんて不可能だ。マザーってなんすか？お母さん。それに、俺も少し疲れた。ここのところ、戦いっぱなしだった、ん？戦いっぱなしだったからな。お？なんか巨大なモンスターが来そうな。何？ダッシュラン？とは違うのか？こんなところにまで。まったくしつこい奴らだぜ。おー、なになに？あー、こっちのポケモンじゃねえわ。こっちのモンスターか。行け！蹴散らせ、バーディー。バーディーって何？バディーのこと？相棒ってことよね。最近、敵の行動範囲がやけに広がっている気がするわ。それだけ敵の、何？え、なんか勝手に消えましたけど。え？くくく。ようやく尻尾をつかんだぞ。聞こえるか、モンスターマスター。久しぶりだな。いや、はじめましてと言うべきか。ちょっと恐怖なんだけど、アップになってこないでくれるかな。我が名はダークマスター。貴様らレジスタンスを狩る者だ。どうやら、あの楽園は不満だったようだな。自ら滅びの道に進むとは、バカなやつよ。どうせ連れ出したのはあの女だろうが、まったく無意味なことをするものだ。そう、これで逃げ合おうしたと思うな。どこにいようとも必ず追い詰めてやる。あん時女の子に助けてもらったけど、あん時のは本物よね。実態あったよね。首を洗って待っているがいい。クックック。はっはっは。こいつに電波を妨害されたのか。なになに、爆発する？爆発まではせんか。あ、消える。あいつのせいで話が最後まで聞けなかったじゃないか。で、まだこれなんか必要かな。ん、なんか一応動きよるね。聞こえるかい、アユナ。このメッセージはあんたのために準備した。これを聞いているってことは、部屋にあるメインシステムが故障しているはず。時間がないんで手短に言う。部屋のサブシステムを立ち上げな。移動装置が使えるようになるはずだ。そうしたら、黒鋼かな。監獄島に来ておくれ。待っているよ、アイナ。それが、ルキアさんだろうか。あれがサブシステム？すごいね、いろんなとこ、いろんなことを見越して行動してるよ。さすが。で、真っ先に宝箱。世界中の葉、いいね、いいね。で、どこ？こっちか。あ、これね。赤く輝きよるやつ。輝きよる。赤く光よるやつ。お、何？あ、そっか、機械。転送装置が動きよるってこと？お、また新たな大陸がくっつく。はい、来たー。ん、あと二つしか大陸ないんかな。
びっくりした。モンスター来たと思った一瞬。アーザムークを倒したか。さすがルキアが見込んだ男じゃ。倒した頃にノコノコ来るなよ。ルキアの研究室か。ここはの、わしらが昔、ルキアの前でもう争いはせんと誓った場所なんじゃ。もう争わぬよう、この地を緑豊かにする。ルキアのその言葉を信じてな。で、なに、この一本の木から、そんな、緑化計画は。うん。東堂、この植物を見ろ。この極寒の地で見事に育っているぞ。これこそ我らの希望なのだな。まさにこの植物が世界を変えるわけだ。しかし、まだ頼りない木じゃのう。育ちきっておらんようじゃ。まだ時は来ていないのだろう。ならばあやつを信じて待つだけだ。ルキアを追うのか、アイナ。行く気か。この先の、黒鋼の監獄島へと。もしもそこでルキアと会ったら、その時は我々のことをよろしく伝えてくれ。ポーラパークの屋台に横にある出口を抜ければ、黒鋼の監獄島への移動装置は目の前じゃ。宿屋の横にある出口。ふんふん。いろいろ世話になってばかりじゃったが、よかったらまたうちを訪ねてくれい。イエタスだけが報われない。ということで、まあ、一旦ここでまた閉めておきましょう。ほい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことは次回からまた新しい大陸。なんやけど、まあ、その前にまた、ちょっと配合をしに戻ろうかなと思う。今日か今日か。